ユニティバルキリー・ミッドフォード閣下は、イギリスの貴族令場で、女性ファシズム運動家。ミッドフォード姉妹の一人、またドルフ・ヒトラーを取り巻く女性の一人として知られる。後に、第二代、リーズデール男爵となるデイビッド・フリーマン・ミッドフォードと、その妻シドニーの第五子として、ロンドン・ビクトリア・ロード49番地にあった夫妻の、自邸で生まれる。父デビッドは、 日本とも縁が深い初代リーズデール男爵アルジャーノン、フリーマン・ミットフォードの次男である。デイビッドの兄クレメントは、第一次世界大戦で戦死したため、リーズデール男爵の爵位はデイビッドが継いだ。デイビッドの母クレメンタインは、エアリー伯爵家の霊場であり、このエアリー伯爵家を通じて、後の英国首相、ウィンストン・チャーチルと、遠赤関係があった。母シドニーは、 庶民、銀、トーマス・ボールズの娘だった。長子に、ナンシー、樹子に、パメラ、兄に、トーマス、三姉に、ダイアナがいた。また、ユニティの誕生後に、妹のジェシカとデボラが生まれている。ファーストネームの、ユニティは、母シドニーが好きな女優ユニティ・ムーアにちなむ。ミドルネームの、バルキリーは、リヒャルト・ワーグナーの熱狂的崇拝者だった。 ソフアルジャーノンが名付けたもので、ワーグナーのオペラ、ニーベルングの指輪に登場する北欧神話の女神、ワルキューレンにちなんでいる。もっともユニティは、家族の間では、ボボの愛称で呼ばれていた。ミッドフォード家は1919 19年に、オックスフォードシャーのアストホール邸を購入して、そこへ移住した。 父も母も風変わりな人物だったので、ミッドフォード家の娘たちは特殊な環境の中で育った。父デイビッドは感触持ちで、姉妹一の悪ガキだったユニティはよく父親に殴られたという。母シドニーは後継ぎである息子トーマス以外の姉妹たちに、養鶏場の収入以上の教育費をかける意思はなく、学校へ通わせずに、家庭教師から教育を受けさせていた。 しかし、気象の荒いユニティだけは、特別に寄宿学校へ入れられたことがあったが、結局ユニティが飛び出してしまったらしい。ミッドフォード家の家庭教師は姉妹たちのいたずらのせいで、長続きせず、頻繁に交代したという。他の姉妹たちによれば特に、ユニティのいたずらは、容赦がなかったという。ユニティは、妹のジェシカと仲が良く、二人は、お互いを、バウドと呼び合い、 バウドルディジゴという専用の言語を作って、大人たちに気づかれない用品のない会話をしたという。しかしやがてユニティは、ファシズム、ジェシカは、共産主義に傾倒するようになり、二人は、イデオロギー対立をするようになった。二人の部屋の中央には、境界線が引かれ、片側には、ヒトラーのポスターと、ハリ十字のマーク、反対側には、レーニンのポスターとハンマー、 カマのマークが貼り付けられたという。ジェシカは自分が政治に興味を持ったことがユニティに影響を与えたと主張するが、ユニティの電気作家、デイビッド・プライス・ジョーンズによればジェシカが初めて政治に興味を持った年の前年の1930年には、ユニティはすでに反ユダヤ主義本ユダヤ人ジュスを所持していたといい、その頃にはすでにファシズムに傾倒していた可能性もある。 ユニティは1932年春に、社交界にデビューした。この頃ユニティは180センチを超える長身になって、おり、また綺麗なブロンドの髪で人々に注目された。しかし社交界でもいたずら好きが目立った。エキセントリックな格好をして現れ、ひまし油をサラダに注いだり、安楽椅子の上に画鋲を置いたりした。ペットの白ネズミや蛇を連れてくることもあった。 これらのペットが逃げ出して会場がパニックに陥ることもあった。バッキンガム宮殿で初めて国王の越見を賜ろうという日に国王の罵倒を行い、さらに宮殿から王家専用便船を盗み、母シドニーの肝を冷やしたという。ユニティは1933年6月に姉ダイアナから彼女の恋人である第6代順弾シャクサー・オズワルド・モズレイを紹介された。 モズレーの思想に共鳴して彼の率いる英国ファシスト連合に加入した。この組織はイタリアファシストの黒シャツ隊と同じく黒いシャツを着て活動し、ナチスと同じく指導者原理に基づいてモズレーをリーダーと呼びハイルモズレーを敬礼にして彼に絶対服従することを要求した。ユニティはダイアナとともにドイツへ渡り、 1933年のニュルンベルク党大会に参加した。以前ロンドンのパーティーで知り合ったナチ党幹部、エルンスト・ハンフシュテングルを通じて、アドルフ・ヒトラーと面会しようとしたが、副総統、ルドルフ・ヘスにより知りけられたという。直接の面会は叶わなかったが、党大会に、ウィリアム・ジョイスと共に、バフ代表施設として参加した。ユニティは、 イブニングスタンダード氏の取材に対して、アドルフ・ヒトラーを初めて見たとき、私はすぐに彼こそが私の会いたかった人だと、わかりましたと語った。帰国後ドイツに留学したいと両親を説得し、1934年春にミュンヘンへと渡った。ユニティには、大学入学資格がなかったため、上流階級向けの全寮制語学,学学校へ入った。 ユニティによると彼女とヒトラーが知り合ったのはオステリア・ババリアという老舗レストランであったという。このレストランはヒトラーのお気に入りだった。彼女は父親の仕送りを使ってこのレストランで1日2回食事してヒトラーから声をかけられるのを辛抱強く待った。はじめのうちヒトラーはユニティを気に留めなかったが、やがていつも同じ世紀から同じ女性が 自分に視線を送っていることに気づき、定員に、あの女性は、誰なのかと聞くなどユニティのことを気にするようになり、そしてとうとう1935年2月9日に、ヒトラーのテーブルに、ユニティが招かれたという。二人は30分にわたって話し合い、ユニティはヒトラーをイギリスに誘ったが、ヒトラーは、行ってみたいが国元を開けると革命が起きるかもしれない、と断ったという。 一方ヒトラーは自分は建築の勉強をしていたのでロンドンのことはよく知っていると思う。ロンドンは世界一の都市だ。イギリスとドイツという同じ北方人種の国家間の対立を煽っている国際ユダヤ人の策略を許してはならないと語ったという。さらにヒトラーは絵はがきにフロイラインユニティミットフォードへ。 ドイツとアドルフ・ヒトラーとの友情の思い出にと書いて渡してくれたという。ユニティは姉田やなえの手紙の中で幸せすぎてもう死んでも構わないと思いました。私は世界一幸運な娘です。興奮しすぎとマブなら言うかもしれませんね。でも私にとってあの人は歴史上最も偉大な人物です。 この目で見るだけでも幸せなのに隣に座って会話できるなんてという感想を書いている。ヒトラーはイギリス貴族の出自、強固なファシズム思想、ワーグナーの影響を受けたバルキリーのミドルネーム金髪壁眼長身の美女という北方人種の容姿を持つユニティこそ英読を結びつける象徴となると考えるようになった。ユニティ自身も母が自分を見ごもった地が、 カナダのスワスティカという場所だったことと、ユニティワル・キューレというドイツ語風の名を使用して、自らの神話的なイメージを創造した。1935年4月初め、ユニティは、オズワルト・モズレー教、ビクトリアル・イーゼフォンプロイセン、ビニ・フレート・アーグナーと共に、ヒトラーの指定に招かれた。続く4月10日のヘルマン・ゲーリングと、エミー・ゲーリングの結婚式にもユニティは、 ヒトラーの側で隣席し、人々から注目された。イコーミュンヘンやベルリンの社交会に参加するようになり、急速に、ドイツ上流階級、ナチス政治指導層に顔が聞くようになった。7月には、ユリウス・シュトライヒャーの悪名高き反ユダヤ新聞、シュテュルマーに、ユダヤ人排斥に共産するユニキの手紙が、掲載された。さらに、シュトライヒャーからの依頼でニュルンベルク近くの、 ヘッセルベルクでのナチ党集会に寄品として参加し、そこでスピーチを行った。しかしこうした行動が英国の新聞に問題視され、ナチ式敬礼をするユニティの写真が、ヒトラーを愛する女、貴族の娘はユダヤ嫌いなどという見出しで報道された。父母は全国紙から娘の行動に関するコメントを求められて愕然とし、 ユニティに帰国を命じ、ユニティは一時英国へ戻ることとなった。しかしまもなく父デービッドが、おめつけ役として同行する条件でユニティは、ミュンヘンへ戻ることを許された。1935年9月の党大会ではユニティは、もはや観客の一人ではなく、ヒトラーと共に、演壇の上に立つ立場であった。ヒトラーとの堂々が多くなると、ヒトラーの護衛たちから、 ミッドファールトというあだ名をつけられるようになった。またユニティはヒトラーの目的地に先に到着していることも多く、ヒトラーの側近の中には彼女をイギリスのスパイではないかと疑う者も,もいたという。ユニティは家族と会話するかのようにヒトラーとおしゃべりすることができた。エーファ・ブラウンもヒトラーの部下たちもヒトラーに対しては常に控えめな態度をとったし、 姉ダイアナもヒトラーに対してはあくまで相当として接していた。したがってユニティこそが最もヒトラーに気やすく接することができる人物だった。ヒトラーはユニティのことをキンとユニティはヒトラーのことをウルフと呼び合い、二人だけの個人的なジョークを言い合うほど親しかった。ユニティはやがてエーファ・ブラウンの存在を知ったが、 敬愛する相当が、売り子風情と恋中にあることが許せず、エーファが働くハインリヒホフマンの写真屋に乗り込んだと、いう。ブランド品を見慣れたユニティは、エーファの靴が写真屋の売り子の収入だけではとても、買えるはずのないフェラガモのニューデザインであることに気づき、エーファとヒトラーとの関係を確信したという。ユニティとヒトラーの結婚の噂が囁かれていたが、二人は、 セックスの関係には至っていないとされている。姉ダイアナは、ヒトラーは、セックスにほとんど関心がなく、絶対にユニティと寝ていない。ユニティと一緒にいるのは、好きだったけど、それ以上の関係ではなかったと思うと述べている。アルベルト・シュペーアも、彼女は、彼と関係したかったでしょうが、彼が彼女の手を握る、以上のことをしたかは私には鼻だ疑問ですと、述べている。 また、レニリーフェンシュタールの証言によると、レニがユニティとの関係をヒトラーに問うたところ、ヒトラーは、あの娘は大変に魅力的だが、たとえどんなに美人でも私は外国人とは親密な関係にはなれない。祖国を愛するあまり、ドイツ人女性以外愛することはできないのだと答えたという。ユニティは外国の報道機関の取材にも積極的に応じ、ヒトラーは、 善良な人物であり、平和を望んでいること、また、親衛論者であり、将来的に、イギリス軍とドイツ軍が、北方人種を守る軍隊として統合されることを望んでいることなどを語った。また、オーストリア併合直前、親戚のチャーチルがヒトラーを批判している演説を読んだ、ユニティは彼に宛てて、手紙を書き、オーストリア人は皆併合を歓迎している旨を、書き送った。 それに対してチャーチルは、公正な選挙が行われていたら、オーストリア国民は、ナチスの支配下に入ることを拒否したはずだと返信した。家族で、ナチス支持に共感していたのは初め、ダイアナだけだったが、やがて父デービッド、母シドニー、兄トーマスもナチスにシンパシーを感じるようになった。ユニティの説得でドイツを訪問した父母、ヒトラーはお茶に招き、 また、夫妻のドイツ旅行のために、メルセデスベンツを運転手付きで用意した。これに、夫妻はすっかり気を良くし、ニュルンベルク島大会にも来賓として出席するようになったのであった。母シドニーはヒトラーをユニティの婚約者候補であると語り、父デイビッドはイギリス貴族院での演説で、ヒトラーの外交を平和政策として絶賛した。 図デーテ点併合の直前にユニティは挑発するかのように、ナチ党のバッジをつけて、プラハの街を歩いたが、チェコスロバキア警察により逮捕された。これを受けて、ナツスの報道機関は一斉に、無害な女性ツーリストを逮捕するチェコスロバキア政府の強権ぶりを批判し、このような圧政下から図定点乱党解放せねば、ならないという論人を張った。ユニティも釈放後に、 チェコスロバキア警察から恐ろしい扱いを受けたことをインタビューで語った。ドイツとイギリスを行き来していたユニティだったが、英独の緊張は高まっていき、1938年6月にイギリスではドイツへの渡航にビザ申請が必要になった。これに激怒したユニティはミュンヘンに永住する決意を固めた。ヒトラーは彼女の決意を歓迎し、 彼女にふさわしい住居を提供すべしと命じ高級住宅がユダヤ人から没収されて彼女に与えられることとなった。未だ持ち主であるユダヤ人老夫婦が不安に怯えながら暮らしている時にユニティは女友達と一緒に家の中に上がり込んできて計量やインテリアプランを立て始めたという。ミッドフォード家の電気作家メアリーイエスラベルは この部屋を手に入れた時点でユニティは一線を越え、もはや歴史的に名誉回復は不可能な地点へ踏み込んでしまったと評価する。ユニティ当人はダイアナの手紙の中でそのユダヤ人たちについて海外へ行くんですってと書いている。それでもユニティは海戦直前までエドクの戦争を回避したがっていた。1939年にイギリスのデイリー・ミラー紙は ミスミットフォードの願いと題するユニティの機構文を掲載した。そこでユニティはイギリスとドイツには共通点が多い。敵になる必要はない。ヨーロッパ大陸一の強国ドイツと広大な植民地を持つイギリスは同盟国になるべきである。ヨーロッパが栄えるか滅びるかその命運は北方ゲルマン人種にかかっているとして英国民に英独同盟を訴えた。 ユニティは常々家族にもし、ドイツとイギリスが戦争になったらそんな悲劇は見たくない、死んだ方がましだ、と語っていた。1939年8月22日には、姉ア,アナに、独ソ不可侵条約について、これで、イギリスもヒトラーに歯向かおうとはしないはずだと喜ぶ、手紙を書いている。8月終わり頃、イギリス領事はユニティを呼び出して、これ以上ドイツに止まるなら、 イギリスの保護は受けられなくなると通告して帰国を進めたがユニティは自分にはそれよりずっと強力な保護があると言い返して帰国を拒否しただがこの頃のユニティの環境は孤独だった戦争を目前にしてヒトラーは国時に忙しくイギリスの友達は皆帰国しドイツの友達は実家に帰ってしまったユニティの方から友達に会いに行っても皆戦争に 怯えていた。イギリスがドイツに宣戦布告した1939年9月3日に、ユニティは、オーバーバイエルン大韓区指導者、アドルフ・ワーグナーと会見し、英国籍の自分は逮捕されることになるのだろうかと、尋ねた。ワーグナーは、そのようなことはありえない。貴女の安全は、私が保証すると答えたが、ユニティには聞こえていないようだった。ユニティは彼に封筒を預けた。 回線があった日であるから、ワーグナーも多忙であり、ユニティにそれ以上構っている暇はなかった。午後にヒトラーと電話している時にようやく、ユニティの封筒のことを思い出して開けてみた。中にはユニティが大事にしていた、ヒトラーのサイン入り写真とナチトーインバッジとともに、イギリスとドイツの戦争は耐えられないので自殺するという内容の遺書が入っていた。びっくりしたワーグナーは、 再度ヒトラーに電話し、ヒトラーはすぐにユニティを探し出すよう命じた。この時すでにユニティは彼女のお気に入りの場所だったミュンヘン市内の英国庭園で米紙を打って自殺を図っていた。警察官がすぐに発見したためミュンヘン大学病院に担ぎ込まれ一命を取り留めた。しかし弾丸が後頭部にめり込んでいたため的室は危険としてそのままにされ。 数日間意識不明状態が続いた。意識が戻った時、ユニティの顔は腫れ上がり、脳の言語中枢が破壊されていた。ユニティは会話することもできない状態になっていた。ヒトラーは、ユニティの病室に時折花を送ったり、病院に容態を問い合わせたりしたが、見舞いにはあまり行かなかったようである。見舞いに行った回数については、意見が分かれているが、 確実に言ったと考えられているのは1939年11月8日の一度だけであるという。その時には少し会話ができるようになっており、ヒトラーが何をしたいか尋ねると、ユニティは数週間イギリスへ帰り、それからミュンヘンに戻りたいと語ったという。ユリウス・シャウブによるとヒトラーは、ユニティの状態にひどく動揺し、シャウブに以降の見舞いを頼んだという。 そして病院に、ユニティの治療費を全額支払い、中立国スイスへ送る手配を進めた。英国でも父デイビッドが、戦争大臣、オリバー・スタンリーへ働きかけて、ユニティへの尋問を免除させ、母シドニーが1600ポンドを費やして、医療設備を備えた豪華客車を手配していた。こうしてユニティは、スイスのベルーンを経由して、鉄道で、フランスのカレーまで移送され、 そこからカイロでイギリスへと帰国した。ドイツでは宣伝大臣ヨーゼフ・ゲッベルスが徹底的な報道完成を敷いたためユニティの自殺未遂の件をドイツマスコミが報道することはなかった。しかし英国ではマスコミがヒトラーを愛する女がヒトラーと喧嘩して自殺したハインリヒ・ヒムラーの命令で射殺されたなど好き勝手に報道していた。 ユニティが帰国する際にもマスコミが大量に集まってきて、ユニティと家族は質問攻めにあった。帰国して嬉しいですかミスミットフォードという質問にユニティは、私は皆さんの味方ではないけれど、イギリスに戻れてとても幸せですと答えている。オックスフォードの病院に入院したが、ドイツの病院で手は尽くされており、 脳の充弾は摘出しない方が良いという結論になった。ユニティはやがて退院したが、排泄もコントロールできず、食事をボロボロこぼしたり、まともに字の読み書きもできなくなっており、子供のような状態になっていた。1940年にようやく歩けるまで回復したが、記憶障害になっており、ヒトラーのことは曖昧に覚えているだけで、 第二次世界大戦については全く知らない状態だった。両親はスコットランドにあるミッドフォード家所有のインチケネス島へユニティを連れて移住し、そこで戦争が終わるまで静かに暮らそうと考えていたが、戦時中道島は他の沿岸区域と同様に保護区域に指定されていたため政府の許可なく立ち入りできなかった。デイビッドには移住許可が降りたが、 ナチス支持者とみなされたユニティと母シドニーには許可がおりなかった。結局デイビッドはメイド一人だけ連れて同等へ移住していった。一方ユニティは母シドニーに連れられてアストホールへ戻っていった。1941年4月19日には妹デボラの結婚式に出席している。 ノルマンディ上陸作戦成功後の1944年7月にユニティにインチケネストへの移住許可が出て移住した。1945年には自動車の運転ができるまでに回復した。映画館や教会にも行くようになった。また頭の中に銃弾があるという不安な状態が彼女を経験にし様々な宗派に入信した。しかし相変わらず排泄は コントロールできず、また些細なことで感触を起こしたという。左からナンシー、ユニティ、ダイアナの墓。オックスフォードシャー数インブロックの墓地。1948年春頃インチケネストで、ユニティは頻繁に頭痛に苦しんだ。専門医が呼ばれたところ、髄膜炎と診断され、5月27日深夜に、スコットランドオーバンの病院へ担ぎ込まれた。 しかし、痙攣性の発作を起こして、意識を失い、5月28日10時頃に息を引き取った。死因は、頭の古傷の感染症による、肺休菌性脳膜炎だった。ミッドフォード家にとっては1945年に、ビルマ戦線で戦死した息子トーマスに続く家族の死だった。母シドニーは友人に宛てた手紙の中で、ユニティの次の言葉を、 唯一の慰めにしていると書いている。ユニティはこう言ったという。戦争が始まるまでは、私ほど幸せな青春時代を送った人間はいないわ。ミッドフォード家の経類を示す、家系図、婚姻を通じて、ラッセルやチャーチル家などにつながり、アレクサンドラ王女を通じて、栄王室につながる。ありがとうございます。